皆さんこんにちは、藤原竜也です。松山健一です。神木隆之介です。さて今から見ていただく映像ですが、はい、これは見せちゃっても大丈夫なんですかね。大丈夫なんですか。まあ、結構すごいシーンですからね。本当ですか。もう結構ネタバレですよこれ。だいぶ松健の純の作業部屋ですよね。作業部屋で僕らこうある行動を起こすわけですけど、はい、そこにこう先輩たち入ってくるわけですけど、はい、衝撃的でしたけどね、うん、みんな笑ってましたけどね笑っちゃいけないんでしょうけどね、ええ、まずは皆さんにご覧いただきましょう。それではどうぞ。あらみんなお揃いね。正気さんに教えてもらったのよ、あんたたちが死体を運んでたって。あのエボレも役に立つことがあるわね。物騒な考えはやめてちょうだいよ。私ねこれ枕元に置いとかないと眠れないのよ。誰がやったの。これだよ。あ違うんです。その事故なんです。そのエリナちゃんが狙われてて。あら、じゃあ殺した時に通報すればよかったのに。あ僕が隠そうって冗談よ。あのね私ねむしろ感謝してんのよ。いちじく農園を守ってくれて。さあ島を乱すノイズを排除しましょう。どうするつもり。僕もの。床下に埋めれば見つからねえだろ。あのね警察もマスコミもこの島にまだこいつがいると思ってんの。殺人鬼が潜んでいるような島に誰が来たがると思う。島のイメージを回復させるためには死体が見つからないと意味がないの。そうしたら他殺だってバレんだろ。無理だ。無理じゃないわよ新一郎。あなたが罪をかぶりなさい。あなたはこいつに職務質問をした。襲いかかってきて殺してしまった。怖くなって死体を山に埋めた。どう？ありがちでしょ。なんだよそれ。ふざけんじゃねえよ。ふざけてないわよ。新一郎が隠そうって言ったんでしょ。だったら責任取らなきゃ。それに世間はあんたに同情するわよ。島を守ろうとしたんだって。いいそんなことさせるぐらいなら俺が一人で自首する。ダメよ。特別交付金をもらうためには啓太の一時が不可欠なの。それを分かってて隠蔽したんでしょ。はあ、私もね同じ思いよ。ずっと悲惨な目を味わってきたんだもん。若者は出てって国からも見放されて、最低だった平成はとっくに終わったのよ。新しい時代が来たのよ。大丈夫だし絶対そんなことさせねえから。あら、じゃあさあんたが全部罪をかぶりなさいよ。そうよ、それがいいそうしたら下を犯さなくて済むし。啓太は小さい頃から出来が良くて立派で島の救世主にまでなったのよ。じゃああんた悔しくないの。
害獣駆除とかしてないで死ぬまでに一度ぐらい島の役に立ったらどうなのよ。これで一件落着。ユン、さっさと自首しなさいね。トン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 島を出てちょうだいね。いつこの件がバレるかわからないし、農園は私が引き継ぐわ。交付金さえもらえれば誰が経営しても同じだしね。ドゥーッ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 。この先が見たいですね。でもこのシーンで十分やばいのが伝わりまして、いいんじゃないでしょうか、うん、伝説を見たって感じでしたね。目の前でこの後がまた衝撃的。いや、そうなんです。さらに伝説ですからね。この後が大事ですから。大事ですから。はい、本当のノイズは誰だ。映画ノイズは大ヒット上映中です。ぜひ劇場でご覧ください。殺人を犯し死体を隠す3人、隠しきれるのか。ノイズ